こう春になってお呼ばれする機会も増えてきて、でそういう時にどんなものをこう贈り物として手土産持っていこうかなって悩むんですけど、私はスイーツを持っていくことが多いんですけども、うん、見た目が華やかで誰に渡しても喜ばれるのが大阪駅の駅マルシェの中にある立町カヌレ、はいはい、広島の洋菓子カスターニャ直営するカヌレの専門店のお菓子なんですけども、大阪に初出店したということ で、ね、はい、まず開けた時のインパクトで、かわいい、そうですね、基本的なその種類が8種類、季節によっていちごのカヌレなんですけど、おいしそうだしかわいいし全部おいしいんですけど、おすすめはショコラ、甘さ控えめっていうのもあるんですけど、うん、割とその大人っぽい味わいなので、じゃあビターな感じ、そうですね、誰でも喜んでいただけます、テンション上がりますよね、上がります、はい、あとお菓子ではなくてパンになるんですけど、梅田の大丸にあるボローニャって知ってますか？何斤も買ったことありますね。ふわっとした食感とほんのり甘い味わいがあるんですけど、あの上品な甘さなので焼かなくても美味しいっていうのが、いけちゃうんですね。いけちゃいます。おやつにも、あ、おやつにぴったり。あとなんか面白いのもレインボーリンシュっていうのがありまして、映えるパンだと思うので、ね、このうさぎのデニッシュだったりとか、お子様がいらっしゃる方だったら本当に喜ばれると思うので、ね、見せたいですよね。見せたいです。こんなの乗ってるってね。次奈良になるんですけど、うん、宇野町コーヒー古民家を改装したカフェになるんですけど、うん、何時間でも本が読めるような、うん、一番おすすめなのがカラフルなクリームソーダ、綺麗、5種類ありまして、うん、本当に味も美味しいですし、もうその見た目が本当に可愛いんで、ね、このなんかレトロな感じが、ね、そうなんです、はい、クリームブリュレの季節のパフェっていうのがあるんですけど、うん、このいちごの下の層の白いところがパンナコッタになってるので、へ、これはちょっと行ったら食べてみていただきたいですね。いろんなお店でもよくご存知ですよね。ここも全部ね美味しそうです、間違いなさそうですよね。